6月、みんなで必死になって登って、そして国会に送り出した山添拓さんです。お願いいたします。がある人を増やすのかと思えば逆なんですね。資格をいらなくしてしまう。
という方向でやった。でところがこの無資格ガイドというのは今でもはびこっていて、もう取り締まりなんか全然できていないと。そしてどういう実態があるかといえば、外国人観光客、中国や台湾やからのお客さんですね、韓国からのお客さんなんかを、あちこち連れていくんですが、どこへ連れていくのかというと、ぼったくり免税店ですね。皆さん、銀座とか秋葉原とかに行くと免税店って書いてるところあるかと思うんですけど、これは秋葉原のラオックスです。でこれ、納豆なんとかっていうやつなんですけど、14万ですね。これをですね、日本人はみんな食べて元気になって長寿なんだということを観光バスの中でずっと吹き込むんです。で、買えるところに行きましょうと。他の店では買わないでください。日本は他の店ではぼったくりが多いので私たちが指定するところで買ってくださいというところで連れていくんですね。で、連れて行った無資格ガイドには店からキックバックがある、売り上げに応じてキックバックがあるというようなものです。でも無資格なので日本のこと別に知ってる人じゃないんですね。日本人もいれば外国籍の人もいるんですけども、そうそう、だからめちゃくちゃなことを結構言っていて、大阪城建てたのは徳川家康だとか金閣建てたのが徳川家康だとか、そういうことを言ったりしてですね、めちゃくちゃなことをやる中でこう、こういう状態がある。しかしそれを今後は、合法化していく。無資格ガイドを合法化していく。宮下公園というのは、皆さんもご承知のデモの出発点、終点になっていたところですが、今こういう形で、もっと進んでいるかもしれませんが、囲いが作られていて、この公園をですね、大開発するんですね。地上4階建て、公園は一番上の屋上のところに作って、この横に17階建てのホテルも作ると。こういう開発を三井不動産が全体でやるんですけど、都市公園なんですよ。だから渋谷区が本当は持ってるんですけど、その土地を安く貸して大儲けをさせる、そういう仕組みが、そういう仕掛けがされているんですけども、こういう企業がお金儲けをするために公園を使う、そういう仕組みを都市公園法の改正で作ったりしています。これは水害対策の関係ですが、鬼怒川の水害が、常総市の水害というのが一昨年ありましたけども、その現地を視察に行った時の様子です。だから、3つは別に特に関係ないんですけど、こういう形でご提案したという紹介でした。もう一つの柱、柱というか属しているところで資源エネルギー調査会というところがあります。これは結構なんか大変でですね、調査会ということで国土交通委員会とは別の日に必ずあるんです。毎週水曜日なんです。で毎週あるんですよね。なんかでこう参考人の意見を聞いたり、あるいは資源エネルギー調査会ということで原子力規制委員会の体制不出議も行います。これも何回か3回やったんですけども、あって、原発事故の津波予見可能性について質問をしたり、津波対策について質問をしたり、あるいは、福島原発の労働者の問題を聞いたりしていました。これを見ていただければ分かる通り、こう結構頻繁に3日間連続質問というようなことが続きありました。その他にするのはちょっと多いんですけど、私がこの国会で結構印象的というかやってきて印象に残っているのは、初めて予算委員会に質問に立ちまして、働き方改革、ちょうど1ヶ月80時間100時間という時間外労働を合法化するための労働基準法の改正案について連合と経団連とが合意をしたと。どういう内容で合意したかといえば、100時間だというと過激だと思ったので100時間未満にしようということで合意した。その直後の質問でした。塩川大臣、代わりに発表した予算委員会の質問でした。ODA の調査ということで豪華解体したとではないんですけども、9日間、カンボジア、シンガポールとミャンマーに行ってきました。よく地方議会の海外視察が、それこそ豪華海外視察で遊んでるだけじゃないかということで取り上げられるんですけど、国会の海外調査視察はめちゃくちゃハードなんですよね。でみんな体調崩してました。
で5人の議員団で行って、自民党2人、民進党1人、公明党1人、で私が1人なんですけど、みんな何がしか体調崩したんですけど、あの公明党の方はちょっと元気だったんですが、まあ、これはですね、カンボジアですね、あと、ローカルとかいう団子のためなんですが、向こうの国会議員の皆さんと懇談しているところです。共産党の議員が行くとですね、まあ、皆さん驚きますね。驚くっていうかですね、大体国会側は団長が一人いるんですけども、その団長の自民党の議員の方が各議員を最初に紹介するんですけど、自民党って言ってもですね、英語に訳しようがないんですよね。英語に訳すと、まあ、デモクラティックは民進党ですね。まあ、リベラルデモクラティックって言ってるかと思います。で、しかも自由民主党、心っていう会派ですね。心が一緒になったんだから。そうするとリベラルデモクラティック心みたいな感じで英訳するわけです。それから民進党は、これは民主党と同じでデモクラティック感じ。公明党は、まあ、ニュー公明党みたいな感じ。ニュー公明党。で、共産党だけなんですね、英語で通じると。コミュニストパーティーって。そうすると、まあ、向こうの人も大体、まあ、ニヤッとしてくれるという感じで、共産党はいるなっていう。これ、ちょっと日の丸が映ってたりしますけど、日本の草の根教育事業というもので、中学校を建てて、そこでの先生、若い先生。それから只見線の調査にも行きました。今日はお配りしている資料の中に、鉄道政策、鉄道路線廃止に歯止めをかけ、住民の足と地方再生の基盤を守るためにというものが配られているかと思いますが、今年の4月28日に共産党の国会議員団が、まあ、中心となって作ってきたものを、まあ、政策委員会が発表を鉄道政策ということで発表しました。これの私がペッちゃんだから発表したということではなくて、とりわけ昨年来 JR 北海道の、まあ、路線維持できないというような問題がクローズアップされ、そしてまた今年は国鉄の分割民営化から30年を迎える中で、まあ、この地方路線の廃止が後を絶たない、まあ、それを何とか食い止めようということで議論しまして、こういう形で、まあ、只見線は私と、岩口智子さんとか一緒に視察に行ったんですが、雪の中ですね。これは見ていただければ分かるんですけど、今普通になっているところで、この先橋がないんですよね。再びこの川が、まあ、氾濫して、氾濫したのは2011年なんですね。2011年からもう6年間ほったらかしにされていて、そのまま廃止にしようと。皆さん今九州や秋田やあちこちで水害が起こって大変なんですけども、大動脈ならすぐ復旧させるんですね。秋田新幹線が止まってますけども、7月末までに復旧させるってすぐに言ってるんですよ。で、考えてみれば道路や橋やトンネルというのはすぐ復旧させるんですよね。あるいはもっと言えば水道や電気やガスなんかは当然生活に必要なものだからということで復旧させるんですが、鉄道はなぜか災害で普通になるとそれが廃止の理由にされてしまう。これではいけないじゃないかということで、今いろんな手立てを打つべきだということを主張しています。で、只見線について言えば、これは JR 東日本って年間4000億円近く儲けている大儲けしている会社ですが、復旧費用を出さない。復旧は81億でできるんですけど、復旧費用を出さないと。で、それでやむなく足元を見られた形ですけれども、福島県や沿線の自治体がお金を出して補給を出し、そして今後の運営についても線路を敷地をですね、福島県や自治体が持つという形で復旧していくということがつい最近正式に決まって動きたいというものです。まあ、こういう調査みたいなものもしていました。はこういう調査ですね。ちょっとなんか LGBT をこれアプラのゴールデンウィークに LGBT のパレードに行ったときに、勢いさんでしたね。なんか他党の議員はですね、地方議員も含めて結構来てたんですけど、うちの議員が一番ラフな格好してましたね。みんなスーツを着てたんですけど、ここだけなんか、ラフな格好で行ってました。それからこれは3月に沖縄の日向坂のゲート前の写真です。
後半国会の一番の争点は、何といっても共謀罪でありました。それで、今日お配りしている記事をご覧いただくと、これが5月31日付の一面に赤旗の一面に載った記事ですけれども、参議院はですね、法務委員会1人しかいないんですね、日本共産党は。二木総平さんしかいない。ですが、西さんは議員運営委員会の理事もやっていると。忙しいので、ちょっとやれというか、そのために来たんだろうというふうに煽られて、西さんと一体化をしてですね、西さんと一体化するとだいぶ暑苦しい感じなんですが、一緒に頑張るということになりました。ですから私が国土交通委員会で普段は質問はあるんですけども、法務委員会が始まったということで、共謀罪に入るということで、いろいろ手を打ってですね、国交委員会の質問は私が取り上げて別の人にやってもらって、で私はこっちに集中できるということに議員団全体でそういう手立てを取ってもらってやりました。で、西さんはですね、西さんが私の代わりに国交に行ったりしたら意味がないので、西さんは西さんで別の委員と差し替えで、質問しなくて済むようにする、そういう形で、ですから3人動くというか、あるいは場合によって4人動いたりしてですね、私が法務に行き、法務の西さんが、文教科学委員会に行き、文教の木田さんが経産委員会に行き、そして経産の辰巳さんが国土交通委員会に行き、そういうような複雑な交代をやって、西さんと私と2人ともこの法務委員会で審議に加われるようにしていました。審議に加われていても枠は1人しかありませんので、質問するときはどっちか1人なんですね。どっちが質問するときはどっちか後ろに座って、私は後ろに座ったら傍聴してるだけなんですけど、西さんが私の後ろに座るときは僕はもう睨みを聞かせるために座るという感じで、それが話題になったりもしていました。これはちょっと違う、性質の違うものですが、消費収集性の休止性拡充に向けて復活させる法案についても審議をさせていただきました。参考人質疑2回と法案審議は3回やりまして、この6月13日がその後徹夜国会に入る日でした。そして私の質問が終わった後、維新の東徹さんの質問が始まった段階で動議が出されて中断しましたので、議事録上はまともに質問したのは共謀罪審議の委員会審議、まともに質問したのは私が最後ということになっています。これは6月8日の法務委員会の様子ですけど、この日は1時間質問があったんですね。これもともとは6月6日にやる予定だったんですけど、6月6日は30分だったんです。だから30分分の原稿を用意していたんですけど、その日は例の秋野幸三法務委員長の解任動議が出まして流れてしまった。で、流れた結果2日後の6月8日にやることになって、その時に理事会で西さんがゴレゴレやってなぜか1時間になったんですね。これで1時間になったんで、私30分しか持ち時間ないと思って準備してきたし、相談に行ったんですね。1時間ってことは何分ずつに分けましょうかっていうことで相談に行ったんですけど、そしたら西さんから何言ってたの、君がやるんだよということで1時間やりました。これはテレビで報道されたところなんですけど、法準備行為が行われなければ逮捕も処罰もされないんですね。言葉が聞き取れませんでしたので、もう一度ご質問ください。これもう一回言って間違いないでしょうか。その通りですって言うんですけども、その通りですってこの大臣が言う前にですね、後ろの人が耳打ちしてんですね。その通りですって言ってくださいその通りですって後ろの人が言ってるのが傍聴席にもみんな聞こえてるって。そしてやっぱりその通りですって言ったというわけで、ちょっと失笑を買っていた場面が、ここってあんまり大した話じゃないんですけども、ここが取り上げられていました。金田さんが面白かったというかですよね、のがありました。本会議14日初めて出しまして、私は持ち時間10分だったんですね。それでこの日は本当は午前中にやる予定だったんですよ。ところが私の出番になる直前で休憩が入って、そして中間報告という名の、異例な採決を強行していくということになって、で夕方始まった本会議での、質問なんです。ですから元の原稿は10分で収まるように作ってたんですけど、その間いろいろあったもんで、いろ
加えた方がいいかなと思って、いろいろ付け足したんです。で終わる。私練習してた時は大体9分ぐらいで終わってたので、これ1分分ぐらいでいけんじゃないかなと思って付け足して、そしたらですね、なんか随分オーバーしてたらしくて、で全然時計見てなかったんですけど、オーバーしていて、ちょっと後から怒られましたが、そんなことがありました。本会議でね、皆さんのテレビでご覧になったり、傍聴に来られたりして、気持ちよくやってるなと思うじゃないですか。めちゃめちゃ緊張するというかですね、ちょっとテンション変わりますね。で口の中カラカラになったんですよね。で水も飲まなかったんで、本当に苦労しました。ここで喋るとですね、マイクを通して喋りますので、本会議場の中では、どれだけヤジが飛んでても、マイクの方が勝つんですね。でかいし。で、それは本会議場で聞いてるときは分かってるんですけど、ここに行くとですね、ヤジしか聞こえないんですよね。だから、ますますこう、元気に気合を入れてしまって、ちょっといつもと様子違ったねって言われたりしました。強行された後、6月14日の夜、そうですね、14日の夜の未来公共のステージです。何だ、時間か。あ、これはその後のパッケージですね。まあ、そういうわけで、この国会は、共謀罪を無理やり強制収容させて、そして都議選で、都議選に向かう、加計学園の疑惑を隠して都議選に向かうということになりましたけれども、まあ、いろいろ戦って、これ、なんか全部夜ですね、全部放課後っていうか、8時以降の話なんですけど、夜、音の出せなくなった後、各地の勝手連の皆さんの行動にちょっと顔を出して、ご一緒させていただきました。私、調布が地元ですので、由美さんの勝利というのは本当に嬉しかったですけれども、まあ、勝てなかったけれども、中野も本当に連戦されたし、これは太田の様子です。そんなところですかね。で、まあ、そういうわけで、都議選では、共産党は17議席から19議席に躍進をし、そして何よりも自民党が大惨敗をするという結果をもたらすことができたと。まあ、それはもう皆さんご承知の通り、政治を私物化し、憲法破壊を続けてきた安倍政権に対する、まあ、強烈な通達、審判ということになりました。そしてまた、この前の仙台市長選挙でも、野党の候補が、野党が共闘した小池和夫さんが勝利を収めるということで、もう安倍政権の賞味期限が切れていく、来たということがもうはっきり表れています。まあ、そのことは支持率の低下によっても明らかになっています。そしてその多くの市民の声が、あれだけ国会開かない、開かないと言ってきた中で、閉会中審査2回目を昨日、今日と行わせることにもなりました。で、1回目の7月10日の時はまだ安倍さん元気でしたけれども、昨日、今日は本当シュンとしてる。シュンとしてるというか、なんかおとなしい感じになっちゃいまして、まあ、なっちゃったというか、丁寧な言葉遣い、必要になりました。でも言ってることはですね、別に変わんないんですね。丁寧になったし、野次にも応じなくなりましたけれども、しかし言ってることは変わりません。ずっと関係ない、関係ない。そして今日も、まあ、昨日言っちゃったからですけれども、加計学園が国家戦略特区に申請しているということを知ったのは、今年の1月20日だと。こういうめちゃくちゃな話をしてですね、そんなわけないだろうということを今日も、まあ、蓮舫さんや、あるいは小池晃さんに、熱々と追及されておりましたけれども、もうですね、もう持たないなんですね。というか、もう持たないようにさせなければならないと思います。ここまで追い込んできたから。やっぱり、その政権の、今の政権の本質が現れてきた、この間の、この短い期間ですけれども、本当に1ヶ月前には、なかなか想像もつかなかったような事態が、この短い期間に起こってきていると思います。そしてやっぱり、それを確実なものにしていくのは、仙台の市長選挙でも示されたように、市民と野党の共同の力で、安倍政権に代わる政治の姿を示していく、まあ、こういうことだと思います。横浜の市長選挙もありますが、今度、この安倍政権を変えるために解散総選挙を行って、まあ、憲法改正を行うような、こういう企みは許さないという動きを大きくしていきたいなと思っています。まあ、臨時国会、今、野党が求めていますが、まあ、しばらくは開こうとしないでしょう。今日も質問されていて、いろんな予算編成が終わってからというようなことを言ってましたので、秋まで開かないつもりでいるわけですけれども、しかし、国民世論はもう黙っちゃいないと、もう我慢できないということが広まっています。ですから、まあ、それをぜひ形にしていく新たな戦いを繰り広げていきたいと思っています。
今後につなげていくことができればと思っています。ありがとうございます。山添さん、ありがとうございます。では山添さん、こちらの方の前の方にちょっと座って。